航空機等を使用し、空挺部隊を遠距離に発射している部隊が防御している武器や、防御機関銃および発射。電子線により敵の対空監視システムを停止させます。水面下から降りた偵察用のオートマンは北海道北部の改良を加えたモデルです。国を含む国際社会は深刻な挑戦を受ける中、諸君一人一人が果たすべき責務は一層重く、国民からの期待もより大きなものとなっています。ウィングエクスチェンジと呼ばれ、空挺隊員が他国と共同し航空機から降下した際、諸君は国の宝であります。陸上自衛隊唯一の空挺部隊として、その誇りを胸に全力で職務に邁進してもらいたいと思います。中部台を基準として、左に隣接する台が車上の台です。